Okay. どれにしようか。じゃあこの子。はい。はい。これ。はい。よいしょ。毛ガニを買いました。ちょっと小ぶりなやつ、食べきりサイズ。ホテルの部屋でこれからいただきます。ちょっとチンしてくるか。毛ガニをチンしてきました。食べよう。ちょうどいい小ぶりのね、ちょうどいい食べきりサイズ。よいしょ。これからいただきます。カニの道具は持ち込みです。毛ガニをおかずにお寿司をいただきます。イカの道具も持ち込みです。ホテルの部屋でやってます。食べてあげます。さあ、カニ味噌はどうか。よいしょ。うわー、ぎっちり入ってるぞ。いい感じ、カニ味噌。よいしょ、こぼさないように選ばせてます。選んで、ね、いや、うまそう。あー、カニの匂いがたまんねー。くちばしと砂玉取ります。見て、カニ味噌ぎっちり入ってる。ちょっと味見。うまっ。さあ、剥いてきます。口が開いたので、ポチ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 。うまそう。いや、いい香り。カニの
ね、いい香りが。ほじほじ、ほじほじ、ほじほじ。小ぶりだったけどね、ぎっちり身が入ってます。今日の晩ご飯はお寿司、おかずは毛ガニ。やっと全部剥きました。よいしょ。カニの道具は持ち込みです。イカのお皿も持ち込みです。いただきます。うまっ、毛ガニだ。あー、いい味出してるな。カニの味が濃い、香りもいいよ。やっぱ毛ガニだね。見てよ、ほら、何だよ。はい、あんして。うん、これやばいよ。やめられない、止まらない状態。うん、うんうん、幸せですね。お寿司のご飯に潰して、お寿司のお醤油をちょろちょろちょろ。毛ガニのお寿司、毛ガニ寿司、これいただきます。うん、まっ、これうまいわ。毛ガニ寿司いけるぞこれ。うん、味噌、カニ味噌と、よいしょ。ここは下の方にカニ味噌がね溜まってるから、これをちょっと混ぜて、あえてカニ味噌ポン酢。いや、これ最高だわ。カニ味噌の味がふわっと。うん、見て見て、カニ味噌、ほら、カニ味噌が合わさって、いやー、やめられませんねこれ。うんうんうん、完食。よいしょ。いやー、毛ガニ最高でした。幸せ。